中川義夫3月14日隊は、日本の政治家。参議院議員、北海道議会議員、北海道議会議長、法務大臣政務官、内閣府副大臣、立ち上がれ、日本参議院幹事長などを歴任した。北海道広群広町に、中川文造、生の子として生まれた。1957年、北海道帯広三条高等学校卒業。 1960年、神奈川大学工学部を中退し広尾町役場に就職する。1962年、北海道町に転職する。1978年退職後、1979年に北海道議会議員選挙に出馬し、初当選する。以後5期連続務める。1995年には北海道議会議長に就任し、 二年二ヶ月にわたって、勤めた。1998年、第十八回参議院議員通常選挙に、自民党より出馬し、初当選する。2004年、第二十回参議院議員通常選挙で、後半中の鈴木宗を破り再選する。2005年8月8日の郵政民営化法案の、参議院本会議採決では、反対票を投じたが、 衆議院総選挙を受けた第162特別国会で再提出された郵政民営化関連6法案については2005年10月14日の参議院本会議において賛成票を投ずる。前回投票で反対票を投じたことにより党執行部より党員資格停止1年の処分を受けた。2007年8月の安倍改造内閣では 内閣府副大臣として就任し、次の福田内閣でも内閣府副大臣として再任した。自民党、同連の地方政治学校、北海道政治塾塾長を務めており、2010年2月には講演を行っていた。しかし、同年4月に自民党折党、実刑、一郎の秘書だった平沼竹雄が発足させた新党の立ち上がれ、日本に参加し、 当参議院幹事長に就任した。同年7月、第22回参議院議員通常選挙に立ち上がれ、日本公認で比例区より出馬し、参戦を目指すも落選した。ありがとうございます。